はい、懲役太郎です。皆さんね。プレミア配信。昨日はね、あの皆さんね。あのよく見て聞いていただいてありがとうございます。もうね、10万再生を超えるものになって、どれだけ関心度が高いかっていうことで、内田理子の犯罪だとか内容っていうことはまたこれねえー。おつけ、今後いろんな状況が動いております。あのー、まだ確定的ではないけども、いろんなことがあって被害に遭われた、えー、女の子高校生の。 SNS、そもそも内田理工の顔を使った、これになかなか問題があるので、そしてここに関係する暴力団、地元の暴力団、えー、特流と言われる特別流動型、特殊流動型かっていうような少年犯罪たちも関わっているんではないかっていうことで、単純な、えー、いじめだとか恐喝だとかではない、なんかもう地域的なもの、なんか組織犯罪、そういったものが、あのー、 考えられるような事案じゃないかっていうことなんですがその前にやはりこの旭川という場所がすごく特殊おかしいなんかこんな事件がここ,ここの数年だけでも、えー、女子中学生投資事件そして、えー、先んだって女子中学生の自殺のことまだこれは解明されておりません。ここれ女子高生のこの、えー 事件。その前に調べていくと、こんなとんでもないような事件がある。1996年ですね。もうこれは、えー、川女子中学生集団暴行事件、もう検索すれば出てきますが、このところをもう一度、 もう一度、ちょっと深掘りして、今回の事件に関係するんじゃないかなっていうことなんです。もう、端的に言います。10人以上の男子生徒が2年間にわたり、えー、女子中学生をもう療辱するという、とんでもない、こう考えられないようなことがあるわけですよ。その加害少年たちは今40代。ねわかりますかおそらく半数以上は地元にいるんじゃないかと。脳々と暮らしているわけですよ。その子たちが今の10代。 なんじゃないんですかっていう。それを、刺したる、検証もなし、そして、それに対して、当時はまだ甘かったんですよね、こういうことが。罪をそれだけの相応のことを償、償ったのかどうかわからない。償って、それはいいんですよ。っていうか、本人たちの問題じゃなくて、地域がそれを許容していれば、こういうことに繋がるんじゃないのか。その人たちがそうであるな。私が言わんとしてることわかりますよね。 ちっちゃい町で、狭い町で、皆が顔が知っているようなところ、ね、本来だったら許されるべきではないこと、ね、それが許されていって通っていってしまう、そしてその子たちが町の実力者や有力者であった場合、どうなるのか、もうね、言わなくても分かりますよ。 広大あるということを示してないからこういうことがずっと繋がるんじゃないですか。もうここで、ここで一気にね、もうこれ、今の SNS の世界、社会ということで、皆さんでね、急断していくような形っていうよりも当たり前ですよね。ちょっとこの事件がどんなことになってるかっていうと、まあ、あの、要は、これ、なかなか当時では表に出なかったですね。 今回のこの事件の恐ろしいのは、一人の女子生徒、1人以上の男子生徒で2年間にわたり暴行していた。そのほとんどが学校内の空き教室で行われていた。女子生徒は何度も相談している。実際に暴行されている時に先生が何度も遭遇しているにもかかわらず、静止に入らなかった。屈辱的な行為を女子生徒自らにさせていたっていうことなんですね。この屈辱的な行為とは、自治行為です。 もう、お分かりだと思いますけど、単純なそれじゃないです。異物挿入ということをさせられていたっていう記録があるんです。そんなの自らやるわけないですね。どこかに似てないですかこのワード。女子中学生投資事件。そして、今回も。これって旭川の伝統なんですかなんか、その地域に根ざした何かこうしなきゃいけないっていうものなんですかねと言いたくもなる。ね 誰もた、大人が助けてくれないような中で、学校に登校しては、毎日のようにレープされていた女子中学生。この子は幸いにも死なないでいてくれたんですが、本当にた、た大変な思いで生きてきたと思います。ね。もうそういう犠牲があって、ね、本来なら改善されるべきことが、どんどん、なぜ女の子ばっかり犠牲になるんですかこの町は。狂ってますよね。これに対してどうやって、あの、反論できるんですか ね。では、この事件がどういうことがあったか、ね。えー、ウキペディアを参考にして、もう一度、この皆さんと考えていきたいなっていうふうに思います。事件の概要あらましっていうことが、えー、朝日川の中学校に通っていた女子生徒が、同じ高中学校の男子生徒のに2年間にわたる性暴力を受けていた。スカートめくりなどの性暴力から始まったと言われる、 ことなんですが、学校全体が事件の加害男子生徒ら以外も含めた不良らの校内暴力によって学校崩壊。 がしていた。加害者の男子生徒らは他校の生徒との,との暴力事件や喫煙窃盗などの非行を繰り返し、またセクハラ被害は事件の被害少女だけではなく他の女子生徒にも及んでいたと言われています。男子生徒10人は女子生徒が1年生の時から胸や尻を触るとを繰り返し性暴力行為はエスカレート。さらに中学2年生の夏に男子生徒の一人の家に連れ込まれて、まあいわゆる 強観されたということです。1996年の6月に、その女子生徒が担任教師に性被害を告げたと言うんですが、だが担任教師、男性の先生は、男子生徒たちに少し注意しただけで、男子生徒ら実質何もダメージを負わなかった。このことをきっかけにして、その性暴力がますますエスカレートしていったとっいうことですね。で、この男子生徒10人、その、 1996年の12月には10人に取り込まれ、江南の男子トイレに連れ込まれ、6名が女性祈祷を触るなどした。リーダー格の一人が女子生徒を合刊したと。被害直後、友人と泣いている被害少女を見た教師が女子生徒を家まで送り届け、家族が警察に通報したことで事件が発覚ということです。 その後、旭川家庭裁判所において、3人が少年院送致、6人が試験観察、1人が保護観察処分。甘い、甘すぎるな、こんなの、本当に。当時は。まあ、こういう犠牲があって、今ね、その性犯罪にお,お,おける、あの、罪が重くなっているんだけど、甘すぎる、これね。 担任教師らは女子生徒からの被害相談を少なくても3回は受けたほか、わいせつ行為を目撃したこともあった。担任は被害少女が笑みを浮かべながら相談したなどと主張した。馬鹿じゃないか、こいつ。本当に。こういうことがあるから、ちゃんと、ちゃんと伝えれないっていうことが分かってないのかな。未だにそうだって言ってる人がいますよね。未だにそういうこと。ねうん。 まあ、ここ話が混同したのでは言わないんですけど、そういうことを言ってる人たちがいるんで、ね。また、事件後、京都は事件について公表しなかったと。で、1998年4月に女子生徒と両親は、学校側が不適,不適切な対処を行っていたとして、浅木川市と教師の給料を負担している北海道を相手に医者料などを求める、総額430万の損害賠償を求める訴訟を浅木川地方裁判所に起こした。 ね。2001年1月30日、朝日川地方裁判所は判決で少女の事件全体の謝料1000万円が相当、な、1000万うん。まあ、でも、少々になってるのがまだましか。と認定し、すでに加害少年グループの間で成立している示談八860万。安すぎるわ、この野郎。それを差し引いた上で少女に対して170万円。舐めてるな、これ。 両親に対しては30万を支払うように朝日川市を北海道に命じた。どういうことこれ。北海道全体がおかしいわ、これ。25年前、20年前だって言っても。だから、こんな風だから、やり得になっちゃってるんじゃないのこんな風だから。これってそんな甘い罪かいや、殺人に等しいでしょ、これ。 じゃあ自身が2年間そういうふうにされたって思って、それで許される金額だと思います、これ。こういうところじゃないのこういうところが、この地元の人たちは、あ、これで済んじゃうんだ。いじめても OK なんだ。領直してもいいんだ。ねそういうふうに思える。結果がこうなってるじゃないですか、結果が。私何度も言ってるように、この町で子供を育てられる環境があるんですかって思いたくなる。 直近でももう3名、旭川市でも命がなくなっている。ね。もう3年前まで,まで含まれるともう余命の女の子たちが10代の亡くなっている。ね。えー、今回の、えー、女子高生突き落とし殺人事件には SNS を使っているっていうことであるわけで、ひょっとしたらこの高校生も自らがここなんですよ。この 内田理子を、の写真を使ったって言いますけど、この SNS って普通のインスタとかじゃなくて、何か、X とかのアカウントで、えー、わな動画を渡すから、えー、お金を、みたいな、そういう誘導の動画だったらしいです。まだ確定はしてないんで。で、その名前がこの被害にあった女の子のアカウントだったっていうことなんですね。ということは、ということは、本当にその子が使ってるのか、全く、 名前を完全に使われちゃっただけか、そこは分かってないので、私も何とも言えません。仮にどちらかであっても、その子がもしそういうことをやっていたっていうならば、そういうことをできる土壌があるっていうことですよね。それって単独でやったのか。でもそうなると、SNS の使い方っていうのをもう一度考え直さなきゃいけないっていうことです、これは。もう強制力を持って、そういうことを未,未成年の 子たちがそういうことを使えないようにするっていう強硬な手段をしなきゃいけないっていうことも考えなきゃいけないってこと,と。もし、そうじゃない場合、えー、誰かがその子になりすましてやった場合、これもまた大問題ですね。 そんなことができて、勘違いから来て、内田理子が勘違いしてその女子の子にアプローチした。でも、脅されるまま金を出しちゃった。脅されるまま会いに行っちゃった。脅されるまま服を脱がされて、わいせつな行為をさせられて、突き落とされるような行為までさ、なってなくなるっていうのはもうあってはならないことですよね。全部の事件が、 全部の事件が、この1996年の、ここから発、あの、ここからこのことを禁止してるようにしか考えられないですね。陰謀論的なことだとか、やれ何とかって言えないけど、こんだけ4つも重なりゃ、なんかおかしいでしょって誰でも思うでしょ、こんなの。それを平気で、何もなかったように進めていけれるんだっていう話ですね。今40代ですよね。30年前の事件なんで。ね。 これ私のこれ、その人たちはどう思ってんのかなそれどうなんですかねってこれって。その子供たちが今この10代、20代じゃないんですかもしそうならば。ねえ。 今更球団してどうこうって、やった罪のことをどうこうというふうに言うつもりはございませんが、その時に、その人たちどうこうじゃないですよ。この現象は、集団的な暴行で行ったことは、どういう形で行われたっていうことを検証しないといけないですよね。なぜそうなった誰も止めなかったの。みんな知ってる。10人だけじゃないよね。学校の全体の生徒や教師もみんな共犯者でしょ、これ。わかってましたよね、それって。私も経験ありますよ。知らない、知らないなんてわけがない。わかってる。 自分たちがされたくないから、自分たちが言ったらそうなるからって言って、これ男の子の問題じゃない。女の子の生徒たちも、今大人だった40代の人たち知ってましたよねこのこと。ね。知ってましたよねだからどうしろって言ってるわけじゃないんですよ。昔のことは昔でいい。今もそう。ね。どの事件かっていうことをまだ私は言いませんが、ね。えー、河原で、 女の子が暴行されているとき、服を逃されているときに、周りの人たちは見ていた人がいるんだけど、AV か何かの撮影だったと思って、そんなバカな話ないでしょ。仮に AV の撮影でも容認してはダメですよ。おかしいと思ったら通報しないと。そんなことでおかしいと思って間違ったって警察は怒りはしません。間違ってたらよかったですってなる。 今の警察もそんなね、おかしくはないですよ。でも、わからないよね。こんなことを許してる浅日課の警察って何やってんだって話にならないですか、これ。こういうことがあるんだよでも、警察がどうこうっていうような、警察の陰謀論ってやっぱり今変わるんで、どんどん。そんな風に言ってそこで飲み込まれるようなことはないと思うんだけど、ただ、被害に出ない、相談に来なかった警察は動けないので、自ら。 事件が起こって発覚して相談に行かないと警察は動けないから噂レベル多分こんなネットの記事で動けないんでそれは仕方ないです警察のここは警察が悪いなんて言ってる話じゃないけどもねまあ今今回の捜査ってのはすごくしっかりやってると思います万が一この暴力団22歳の地元の浅いかの暴力団組織の人間が別の つつもたせ行為で逮捕されています。そことこの内田理子たちが繋がるかどうかわかりません。でも狭い町なんで知らないわけがないですよ。年齢も一緒。何らかの合致することが出てくれば、これは本当に、そういう町そういう仕組み性暴力や性犯罪が容認されるいじめがまかり通る町そんなところがあるんですかって。 わからないから聞いてるんだけど、出てくる情報はどうやったっておかしいじゃないですか、これ。過去の1996年のこの事件の事実をねじ曲げることはできないし、あるわけですし。じゃあ、この10人の加害少年たちは今何やってるんだっていう話になりますよね、だって。どこにいて何なんだって。こことかなか絡みがあるのかなんのかってなった時に、もしそうだった時どうするんですかって、これどういうことなんですかって。だったら少年法って何なんだって。 それを許したばっかりに、また一人の犠牲者が30年経って出るなんて、馬鹿げてますよ、これ。そういう話じゃないんですかね。ね、私はふざけてサムネやタイトル、あえて言ってますよ。じゃないと見てくれないから。普通に真面目で考察、どうのこうのって言ったって見ないから。初めてここになってこうなってる。プロセス踏んでこうやってやってるわけですよ。 言ってるように、何度も言ってるように、私は別に部外者でも何でもない、今の中、小中学生、高校生に関して、私は個人でやれるだけのことはやってるつもりなんです。いろいろ自治体の会合とか、そういう集まりとか、各教育委員会とか、そういったところの、えー、催し物って土日にあるんです。それ行って見てるんですよ。くだらないな。なんだこれって、思うこともあるけど、ためになることもあるんです。行かないでしょ皆さんそんなの。見ないでしょ でも、教育委員会もそうですし、えー、ほ、えー、法務省も、えー 文科省もやれることは今一生懸命やってるんですよ。子供の人権を守るとか、子供にこうするとか、やれる範囲のだけで本当にやってるんですよ、役所も。だけど知らないよね、皆さん。それを。だけど知らない親世代、おじいさんおばあさん世代が知らないのに、どうやって子供に伝えるんだって話です。え、学校からプリントのペラ1枚もらって、子供にそこをアクセスしなさいって言ったってできやしないわけですよ。だけども、ここなんです。 結局、手紙で送るような仕組みがあって、切っても貼らなくてできるんだけど、今、LINE や SNS で、そこに繋がるんだけど、一方で、さっき私も言ってることが逆行してるんだけど、SNS を使うのを禁止しなきゃいけないって言いましたよね。禁止したったらアクセスができないんだから、学校の授業の中で SNS をきちんと使うという教育をしないといけないですよ、これは。国を挙げて。だって、 小学中学校にはタブレット端末がもう対応されてるんですよ。だけども、やっててそれが有効に使われてるとは思えないんですよ。全く。制限がかかって、こうなって、ああなって、こうなってってやってるだけで。でも家の端末では YouTube 見たり何見たりっていうことは見れちゃうわけで、もう規制するよりも正しい使い方 っていうものをきちんとやっていかないと命をなくすようなことまでもなりますよってことが分かってるんだけど簡単にできないんですよ。だってそうですね。親御さん世代でもやっぱりなんだかんだって言っても携帯やタブレットを渡しとけば子供は静かになる、大人しくなる、動かないでいるからその間に用事ができるってことは分かるんですよ、これは。それは。でもその間その子たちが何見てるかっていうのは分からないですよね。で、 そういうものを見ていくことによって子供たちも学べる機会も多いし、分かることも多いし、全部否定はしてません、私も。だけども、何がいいか悪いかっていうことを、子供はわからないです。で、これを誰がどうするかっていうことの課題も、一回真剣に考えないといけないですね。規制してって見れるものは見れますもん。エロも見放題、犯罪も見放題、殺人行為も見放題。 ね。私のこの動画だって、小学生の子だって真剣に見てくれる子がいるっていう話を聞いて、いや、そうなんだ。ね。うん。っていうこともあるわけなんだよ。ただ私はこれ、お父さん、おじいさん、おばあさん世代。ね。お母さん世代に。ね。あの、これを分かってほしいと。もう教訓があるわけですよ。もう。こんな風にしちゃいけない。こんなことがあったって。過去の判例や事件を紐解いて、今がこうっていう風に、 よくしていかなきゃいけないんだけど、犯罪認知件数は確かに減ってますけど、犯罪の内容はどんどん精鋭化してる。凶悪になってる。残酷になっていく。それに比べて病気はぐっと重くなるんで、今回の内田理子たちがやってるのが組織犯罪みたいな形で認定されれば、ね。そんなもん出てこれないですよ。でも、あの、結果、少年法でも重く厳罰にっていうのは、こういうことがあるからですよ。 じゃあ、十人の中の一人でも立派になって、こうなってっていうことがあるんですかねわからないですけど。ね。多分自分の身分も隠して生活してるのか、地元で普通にやってるのか、もうそんなこと忘れちゃったようなことになってるのか。まあ確かにありますよね。私が思うところでも、えー、私より自分の地元で、ね、ホームレス殺人事件とか、ね、金属バット殺人事件で親をぶっ殺した子、あの子供たちいましたよ。自分より若い世代で。ね。 えー、一緒になって自殺したような、ね、あの、女の子たちも知ってます。だけども、じゃあその後がどうなったかってなかなかだけど、そんなことを街の中でずっと言ってくるわけないじゃないですか。もう20年も30年も経って忘れたかのように、そんなことを言ってどうこうならない。うん。だけど、失われた命は置き去りですからね。うん。 ここに来て、でも普通はその同一地域で同じようなこと起こらないんですよ、普通。コメントの中でも、ね、この朝日光よりも倍の人口がいる町で、そんなことこの20年間聞いたこともし、私、ね、コメントいただいた私が知らないかもしれないけど、そんなこと起こったことを聞いたことがないって。なんでこんなに4件もこの30年で起こるんですかそこに隠されているいじめや、 ひどい性犯罪はまだあるんじゃないかっていうふうにうがった見方をしてしまうのは私だけではないですよね。ね。これ、本当に一度、あの、こうやって声を上げていって、ね。地元の人は耳が痛いかもしれません。いや、それとこれとは関係ない。でも実際そうなっちゃってるじゃないですか。ね。そういうことですよ。例えばですよ。 ね。フランスで暴動が起きました。すごくもう街が治安が乱れてます。そこに旅行行きますかね。今、パレスチナやイスラエルに旅行行きますかね。メキシコ、ね、麻薬戦争っていうのはそこ行きますかね。女子中高生が死んだり殺されたり自殺するようなところに行きたいですか育てたいですかって話になってくるわけです。今そこなんですよね。これがもう30年前から。 もっと前からそういうことがあるとしたら異常ですよね。まあ、違いますよっていうことを言えるわけがないので、まあ、無抵抗なとこを思いっきり叩いてるような状態だけど、だって調べれば調べることこういうことが出てきちゃうんだもん。残念ながら。ねこんなこと、私も確かに記憶にありましたよ。これが旭川だったのかって、10人、私もこれ喋、ね、ったことがあると思います、過去に。で、こんなことなんだと。 いや、結びつけたかないけど、結びつけたくなりますよねって話で。ね。皆さんこれ、どう思いますかこれ。ね。ま、一気にね、プレミア放送なのに皆さんにあれしないでこれ喋りましたけど、ね、気持ちがね、もうこれ、収まらないです。私としては。こんなの知った時点で。なんだこれって。ここの事件のことをきちんと総括して、ね、これをちゃんと、その街全体として、我がことのように思っていないから、こんなことになるんでしょ 関係ないのかなそれって。うん。人の事件ね、私には関係ないっていう考え方なのかもしれませんが、どうも私はそういう風に思えないんですけど、皆様の考えやね、ご意見、よろしくお願いします。以上です。